はい、どうも、ジュウです。ニュースーパールイージュー、パート17やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もワールド8、リージュー進めていきたいと思います。さあ、今回はワールド8の4からですね。炎の雨から身をかわせ、頑張っていきましょう。さあ、ということで、もう、ワールド3も、あと、実はあと3コースで終わりなんですよね。ということで、そこまで行けばラスボス戦まで行きますね。今回そこまでいけるんでしょうか。あ、なんかいきなりあれがあったけど特に何もなかったわ。待て、 OK、 とりあえずこうしてまずは1枚ゲット。待て、確かにこれは物が危ないね。待て、こういう時に出るのやめてくださいよ。あー、待て、落ちるね。やばいな、これは。はい、オッケー。あれ、待て、止まろうとしてもうまく止まれないからな、ルイージって。待て、慎重に行きたい。タイミングよくね、タイミングよく行って。待て待て、これ何なの、これは。待て、急に消えるから、これそういうのが怖いって。行って、こうして、よし、 OK、 素晴らしい。 OK で、あとはゴールだな。 OK、 もう別にワープは興味ないんで。はい、ということで、別にそこまでこだわる必要は俺はないんで、とりあえずゴールを優先しました。 OK ということで、これでワールド初の4クリアですね。よし、じゃあ頑張っていきますか。次、ここがもうピーチ城の前まで来ましたね。電撃ピーチ城、電撃か。よし、じゃあ頑張りますよ、電撃。これはなんだ。はい、とりあえずこう来て。はい、待て、傾けていいか。待て、どうだ。 OK、 いった。待て、この土管は、あー、打ち上げたい方ね。オッケー。待て、下にあるけど、下、待て、待て、ちなみにゼロになると、ああ、なるほど。OK。こうすれば大丈夫だよっていうことね。はい、OK。ちなみにここにはワープ機能があった。よし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 。こういうの大体なんか隠すよね。はい。で、ここは、スーパーキノコ。まあ、今あれだからね。はい、で、ドーン。OK。で、なんかないのかな、なんもないや。待て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 、落ち着け。あー、待て、下がっていく。あー、嘘でしょ？そんなことある？まあ、あるよな。まあ、とりあえず1回目でクリアするとは思ってなかった。よし、じゃあ。もう慣れてしまえばこっちのもんなんで、じゃあリベンジして頑張っていきますよ。はい、ここで、はい、スーパーキノコを通ります。さて、電撃に当たるな。 OK、 こうして。さて、マグマは一応気にしなくていいのかな。で、このボム片を使うんだよな。はい、で、こうして、よし、 OK。 とりあえずまずは1枚目。そう、ゼロの状態だとこれ方向がね決めれないので、なんとかね、ここは注意する必要があります。 OK、 ここでワープで補給なのか。はい、で、ここで OK、 アイスきた。まあ、さっきまでノーダメだったんで、ここは。はい、で、こうして、ドカーン、打ち上げる。で、こうして、はい、待て、こいつ邪魔だ。いけ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 、アイスならまあいけると思うんだけどね。危な。はい、待て、これ届くか。届かなくない？ OK、 届いた、やった。待て、ちょっと待った、ちょっと待った、いけ。あー、待って、限界まで来んのかよ、これ。聞いてねえよ、これは。
だったらもうムササビ使った方が早いかもしんない。あーでもムササビ1個しかないの？ダメだこれ。呼吸してなかったな、そういえば。待て、それにしてもこの動きが遅いんだよな。オッケー、でこうきてでドカーンといきます。よし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 。まあこれはちょっと防衛を使わないとあれなので、はい、でオッケー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 。こうすればなんとなくいけるんじゃねえのかな。オッケー、でここでワープを取る。まあここはいけるね。で問題が次よ。待て待て待て、ちょっとタイムロスったね、これは。待て、オッケー、やばい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 、下がんな下がんな下がんな。よし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 、 OK。 あ、ここもワープは一応あるんだね。 OK、 やっぱりブササビ強えやん。はい、ということで、あー、ボヘがなんかおった。まあいいや、ゴール。はい、ということでこれでコースクリア、素晴らしい。あれ、ここって砦がなかったんだったっけ。ゴール後の砦がなかったな、ここは。あ、そして、ここに繋がるんだよね。そして、なぜかピーチの姿がない、というやつがあるんですが。はい、じゃあ頑張っていきますか。はい、じゃあセーブします。よーし、じゃあラスト、行きましょう。ピーチ城のピーチ城。最終決戦ピーチ城。マリオ U の時は決戦ピーチ城だったのに、Wii U は最終決戦ピーチ城ですね。待て。すげえ。うわ、待て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 。ちょっと待て。とりあえずここを壊してもらわないといけない。すげえ。すげえ。よし、オッケー。待て、これ、危な。急に沈むやんけ、これ。わあ。はい、クッパジュニアさん、早くここに落ちてください。はい。オッケー。オッケー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 。あー、なんかワープあった。ワープは別にいいや。はい。ここは何も起きない。危なーい。オッケー。で、ここの扉に入る。よし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 。で、いよいよですね。あ、ここ中間ないから、これミスったら最初からか。またスターコイン取るところからですね。なんならもう一発でクリアしたいよ、ここは。じゃあもう最後はファイヤーでいきます、これは。はい。炎が過ぎてから、リブー。はい。で、こう来て、OK、来たー。ウィージューのラスボス戦。はい、来たー。こうやって、ファイヤーでは懲らしめることができちゃうんです。はい。まあ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 。これで終わりじゃないですよ。はい、そして、恒例の、またあれだわ、カメック。はあはあはあ。何を企んでいるのかは全くわからんが。お、嫌な予感しかしないね、これは。でもカメ、でもクッパジュニアになんて命令されたんだろうか。でも250秒くれたから、もうこれでもうやっちゃおうか。はい、ここでピーチにまた会えました。まあここで、あ、ちゃんとルイージって言ってる。あ、そして、また、
閉じられてしまいました。はい、じゃあ頑張りますか。わあ、相変わらずクッパでっかい。ほらー、オッケー。待て、クッパジュニアこっちに来んな。待て、いつジャンプするかによるよ、これは。オッケーオッケー、危ない。めっちゃ危なかったっす、今のは。オッケーオッケーオッケー、ダッシュでよけろ。オッケー、ここで起き上がったな。起き上がった。ほらー、待て、危な。今めちゃくちゃ当たるところだったよ。OK。OK。行ったわ。待て、危ないって。OK、OK、OK、OK。ナイス。あ、これそういう仕様なのかもね、これは。OK、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 OK。起き上がった、起き上がった、起き上がった。OK。おやー、待て、ちょっと避けろ避けろ、あー、ダメだったわ。だったらもうしょうがない、クッパジュニアのやつでやろう。早く落ちてこい。あ、来たわ来たわ来たわ。あー、逃したわ。あわっ、こうきて、中、おりゃ、あー、待って、狭いって。すげえ。よし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 。で、こうきて。あー、やばい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 。オッケー。で、こうきて。すげえ、おりゃー、きたー。ということで、これでまたルイージでクッパを倒しました。やば、ちゃんとそういうのはあれなんだね。はい、またクッパは落ちていく。なんかまた2度もクッパを懲らしめた感ありましたけど、マリオ U と合わせて、だって同じ手段やからね。はい、ということで、またクッパジュニアはこのようになりましたとさ。はい。お、また、今度はルイージでここに来ました。いやー、でもなんかちょっと、ルイージ U も意外と長かったような気がすんな。今回でパート17か。いやー、でもなんか、やり遂げた感がすごいな、ルイージも。もうもと、これもともとは2013年に Wii U での DLC なんで、そこのところ皆さん勘違いしないでくださいよ。はい、そしてまたこれはおなじみなんだね。はい、出ました、クッパが置いていかれてるというやつ。お、そしてまた効果、はい、飛び乗る。もうこれがね、本当にあれなんだわ、これ。はい。また、無慈悲な姿になったとさ、という感じなんですが。はい。わあ。あくまで、そういうの、あれなんだ。わあ。はい。結局、ここにもマリオはいないんだね。ヒロキノピオがいたし。はい。おぉ。結局これマリオがいないとちょっと違和感になるんですけれども、いやー、なんとかね、これでニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスのニュースーパールイージ U がね、またね、エンディングは迎えることができました。まあ、あともう少しですよ、多分あと 2,3 パートで終わると思います、ニュースーパールイージ U。
なんでそこまでやってニュースーパーマリオブラザーズ U はもうこれでね終わりになりますんで、いやーでもねパート17まで来ましたから、でもねこれやってて絶対後悔することないよ。これもうマジで 2D マリオ遊ぶんだったらまずニューマリオの方からやってほしい。ニューマリオ U の方からねこれはねやってからニュールイージュを買うのをねおすすめするんですけれども、まああとはねもう制限時間が100秒というサクサク感があって面白いんで、また違った冒険も楽しめたんでね、まあ一つのソフトで2倍分楽しむことができるというのがこのニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスなんで、それもニューマリオ U とニューリージュ U の実況はスイッチ版でやってるんで、まあそっちの方がねちょっと遊びやすいかなと思ったんでこっちを選びました。はい、ということでじゃあとりあえずスタッフロールとか一緒なんで、じゃあここら辺はあとはカットしたいと思います。はい、これでエンディングが終わりました。はい、これでゲームクリアおめでとう達成の印にファイルに星がつきました。はい、そして土管を使って秘密の島に行けるようになりました。まあ後で見ましょうか。そして来ました、クリア後のワールドスペシャルスターですね。じゃあこちらもね次回から頑張っていきたいと思います。はい、そしてはい、ピーチ城のスターコインがすべて集まりました。はい、これですべてのコースが遊べるようになりましたね。まあすべてっていうかこれも全部遊びないといけないんですが、スターコインを。はい、そしてピーチ城までのすべてのコースをクリアしました。達成の印にファイルに2つ目の星がつきました。はい、そしてピーチ城までのスターコインがすべて集まりました。達成の印にファイルに3つ目の星がつきました。はい、ということでじゃあせっかくなんで秘密の島行きましょうか。まあ後でまたスペシャルスタークリア後にまた行くんですが、とりあえず今の中間のやつをね見たいと思います。はい、現在こんな感じ。クリボー21回しか踏んでない。ゴールでワープした回数47回。とりあえずこんぐらいでしょうかルイージは。はい、ということでまあもう少しだけニュースーパールイージ U 続くんで、よーし、ということでじゃあ次回からあれですね、クリア後のワールドスペシャルスター頑張っていきたいと思います。ということでもう少しだけこちらの実況続くんでよろしくお願いします。ということでチャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok をフォローもよろしくします。それではさよなら。